ロコエスパルスプレゼンツオフトーク、選手の本音。どうでしょう、まあ、できるならモテたいですよね。本心はそうですよね、まあ、モテないよりは、はい、まあ、もちろんモテたいなっていう気持ち、はい、今回はエスパルスのおしゃれ番長、神谷雄太選手、チームナンバーワンイケメン、高橋裕二選手、高身長でスタイル抜群、阿部亮也選手の3人による貴重な私服姿でのファッショントーク。グラウンドを離れて仲間と語る選手の本音に迫ります。並びがすっごく華やかでキラキラしてる感じ。ではここからはお題トークのコーナーです。このボックスの中にですね、お題が入ってます。ファッションにまつわるお題なんですけれども、皆さんに引いていただいて、それについてトークしていきたいと思います。お題がなくても喋れそうなんですけどね。はい、すいません。ありがとうございます。これはどう？はい、じゃあ出してください。はい。はい。おしゃれのきっかけは？ああ、いいですね。いいですね。聞きたい。聞きたいですね。気になる。うん、ああ、でも最初、その、だから今で言う阿部ちゃんの年、うん、その新卒1年目の時は、全くファッション興味なくて。え、そうだったんですか？もう本当に、それこそ、かかってるものを取るタイプだったんですけど、はいはい、なんか先輩がおしゃれな人がいて、うん、でその人を見て、あ、ファッションってなんかちょっと楽しそうだなと思って、でそこから先輩についていくようになって、でもそれでも、まあ、ゆうじくんみたいにこう新しいものが結構好き で、うん、でだんだんこうみんなと同じ格好するの嫌だなって思って、でいないのが結構古着がいなくて、でそこから古着にはなんかこう着てみようと思って着てみたら楽しくて、古着にはまって今があるって感じですかね。じゃあ最初は、まあ、先輩から影響を受けておしゃれに目覚めた。そうですね、なんか見て、あ、いいなって、なんか常に見られてる状態を作ってるなっていうのでかっこいいなと思って。ちなみにその先輩ってどなたか聞いてもいいんですか？湘南で一緒にプレーした高山薫選手、はい、っていう方がおしゃれなんだ。もうめちゃくちゃおしゃれでそうなん、まあ、ちょっとタイプは違うんですけど、はいはいはい、もうなんかこうザ・湘南の人みたいな。あ、じゃあおしゃれ、海辺にそんな感じ。あ、そうです、そうです、そんな感じとか着てて、はい、あ、すごいおしゃれだなと思って、そっからこだわるようになったって感じですかね。じゃあサッカー選手で会ったことないですよ、古着好きの人って。ほぼいないですね。なんかもう古着は好きだけ、ちょっと好きだけど、なんかそこまで深くいかないみたいな感じの人が多かったので、うんうん、まあそうですね、サッカー選手で唯一無二のこうヴィンテージ好きと言ってはいいんじゃないかなとは思います。確かに神谷選手も、あ、これでおしゃれな人だって、いやもうなんか一目でわかる感じですよね。まあそう言われるのがなんか結構一番嬉しいかもしれないですね。本当ですか？あ、おしゃれだなって言われるのは結構好きです。もう私はインスタグラムを最初見た時に、あ、この人はおしゃれな、こだわってる方だなってそうですね、全部白黒ですそこは色出していいんじゃないかって思います。なんか見やすいじゃないですか、はいはい、こう統一されてるのが、はい、だからこう、はい、白黒にしてます。そこもちょっとヴィンテージ感を。そうですね、まあ、ファッションの時は2枚目に絶対色をつけます。なるほど、はい、そっか、まあ、そこは見てもらいたいんで、はいはいはい、はい、色をつけます。いいですね、でもそうやってこだわりというかね、サッカー以外でも発信できるっていうのが、まあ、一番の趣味なんで、いつも服見て買い物とか行ってリラックスしてます、はい、デニムのね、さっき休憩中にあの話が出たんですけど、デニムにもすごくこだわってるんですね。そうですね、まあ、こだわってるっていうか、こうデニムが好きの、その古着入ったのも最初デニムだったので、はい、こうなんていうんですかね、こうデニムを履くことだから、別に暑くてもデニム履きますし、こう常にデニムは履いてるかなって思います。じゃあそこはちょっとまあ我慢してというか。そうですね、こうなんか結構持ってるんですけど、うん、その毎日今日はどの形のデニムにしようかなとか、いろいろ考えながら朝着てます。今日はこのデニム選んだのは、まあ、今日はまあ一番まあ、育ててるって言ったらあれですけど、こう、はい、まあ、そうですね、育ててるデニムを今履いていて、で、まあ、なんかそうですね、一番今のところ、まあ、お気に、まあ、全部お気に入りなんですけど、はい、まあ、そうですね、育ててるものを今履いてきました。育っちゃったデニムはどうしてんの？は観賞用か。観賞用で置いてるってことも家に。そう、観賞用のデニムもいっぱいあるから、
そうです、基本的に鑑賞用の革ジャンとデニムはあって、まあ、確かに、はい、デニム鑑賞する。僕神谷家のクローゼットを見させてもらったことあるんですけど、はい、すごい神谷家っていうか、まあ、ユータのクローゼットなんですけどはい、はい、もうお店です。お店のように綺麗に畳んで置いてます。じゃあ服へのやっぱ愛情がクローゼットには、はい、そうです、まあ、なんかハンガーとかもこう一緒ですかね、感覚。めっちゃ綺麗に並んでます。そうです、そうなんですね。クローゼットっていうよりもいつも一部屋多く借りて、はい、そこの部屋を僕 の、 あの服スペースとしてあの使わせてもらってます。ちょっとカメラ行きたいですね、その部屋。ぜひ来てください。撮ってね、送っといても全然今画面のこの辺にちょっとショールーム、もうそうしてます。すごい、そうです。プレッシャーがすごいんで次行きますけど、いいですかこれ、はい、回していただいて、はい、高い選手とかあ、はい、好きな系統やブランドは、あ、なるほど、それもいいですね。そうですね、はい、まあでも、はい、その僕は着ていてそんなストレスの感じない、うん、あの服が好きですし、はい、かといってまあジャージとかは、まあ、昔よくジャージとかよく着てたんですけど、やっぱ見られる職業だなっていうふうにやっぱ自覚して、あの服はちゃんと着るようにはしてるんですけど、あの、まあ、楽であってかつスタイリッシュ、うんうん、だから本当に、まあ、もうちょい涼しくなればセットアップとか、あ、はい、まあ、ジャケットとか、やっぱこう綺麗めな服は好きですね、はい、セットアップとか着たらもうモデルさんのようにほぼセットアップばっか持ってます。へえ、じゃあ練習に行かれる時も着られるんですか。セットアップ多いかもしれないですね。確かに。どうですか阿部選手、高橋選手のそういうセットアップとかの着こなし。セットアップ、いや前着てたの見た時は、うん、いやもうモデルさんかなって、さすがだなって思いました。めちゃくちゃかっこよかったです。後でもらおうって顔してますこれ、あわやくば。でもそういうお下がりとかってあるんですか、選手同士で。どうなんですか。今もこっち来たかないですけど、服ってよりなんかスパイクとかの方が。ああ、そっかそっか。前のチームでは僕は上げたりしてました。あ、そうなんですね。でもいいですね、先輩から受け継ぐ。それこそヴィンテージとは違う。いや、いないんで、もう僕は買うしかないです、はい、いいですね。まあ、でも身長高い後輩も多いので、はいはいはい、まあ上げてもいいのかな。なんかそれ着てくれるなら嬉しいなっていうふうには思います。めちゃくちゃ着ます。確かにサイズがなかなか難しいですよね、はい、きっと。高橋選手も相当身長が、ね、高めなので、阿部ちゃんとか結構、まあ、僕の服いけんじゃないかな。お、もう狙ってますね。楽しみします、楽しみします。でもなんか私、あの高橋選手 の、 あの国立でのユニフォームシャツのプレゼントの告知のインスタグラム見て、はい、この人はすごいって思ったんですよ。あの写真皆さん覚えてますかね。皆さん覚えてます。なんか羽織るやつですね。あ、はい、あのゴリが写ってるやつね。そうそうそう、3枚目にね。皆さん他の選手は、まあ、カメラ目線だったり笑顔だったりするんですけど、うん、もう高橋選手だけ羽織ってこんな感じ、うん、めっちゃ雰囲気あって、なんかどうせなら、はい、みんなやっぱ配られるじゃないですか、うんうん、なんかどうせならちょっとカッコつけて、あのみんなもなんか来て、なんかそういう写真撮ってほしいなっていう思いから、はいはい、ちょっとああいう感じでカッコつけてみたんですけど、うん、めちゃめちゃ決まってました。良かったです、はい、うん、よく言ってもらえて、うん、でなんかコメントにも、あの皆さん着こなしどんな感じでされるか楽しみですって書かれてて、はい、あ、おしゃれが好きな方なんだろうなって思ったんですよね、うん、です。で結構ご自身の服も周りの方の服も結構チェックされたりします。でも周りもみんな結構なんていうんですかね、まあ、冬とかジャージとか、うんうん、まあ、多いんですけど、やっぱ神谷選手はおしゃれなんでやっぱ見てしまうんですよね、はいはい、あ、もう夏でもブーツ履いてきたりとか、はいはいはい、全然するんで、やっぱこだわってるなっていう。そうですね、神谷選手はおしゃれは我慢派ですもんね。はい、そうですね、はい、まあ、常に長ズボンなので、はい、暑いです。高橋選手は一方でこう快適さも、快適、もう本当夏は半袖半ズボンって感じですかね、うん、なんかそれこそほら芸能人一家というかっていうイメージがあるので、皆さんもおしゃれなんだろうなっていう。いやでも姉は普段はすごいラフで、そうなんですか、スウェットとか多いんですけど、やっぱでも
その昔から姉のファッションショーとか見に行ったりとかしてると、はい、その女性だけじゃなくてメンズモデルが歩いてきたりとかも、はいはい、やっぱ近くで見てたので、わかっこいいなとは思ってました。そういうのがこう、はい、影響もあるんですね。影響してるかもしれないですね、いいですね。ちょっと阿部選手もお下がりもらえたら、そうですね、さらに待ってますようかな。じゃあ続いて阿部選手の質問、はい、すみません、いいですか、申し訳ない。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ぶっちゃけモテたい。いいめっちゃけモテたい。もうこれ一番引いてます。3枚しかないんだよこれ。あるわ、あるわ、あるわ、まだあるわ。ぶっちゃけモテたい。ありがとうございます。どうでしょう、まあできるならモテたいですよね、本心は。そうですよね、まあ、モテないよりは、はい、まあ、もちろんモテたいなっていう気持ちはありますね、はい、いやでも絶対モテますよね。いやそんなことないんですよ全然、うん、モテる人の顔でしたよね。全然全然そんなことないですって言われて言い慣れてるっていう、ね、ですよね。全然全然です。いやでも、はい、まあ、モテたいなっていう気持ちは正直あります。まあ、お一人だけご結婚されてないですね。あ、してないですね。ね、はい、え、どういう女性が好きとかってあります？言っといた方がいいよ、うん、自分結構天然な人が、天然だけど、はい、なんかちょっと矛盾してるんですけど、天然だけどしっかりしてる人、はい、なんていうんですかね。なるほど。普段は天然で可愛いけど、はい、でもしっかりちゃんとしっかりしなあかん時はしっかりできる、まあ、してるっていう、はい、そういう感じの子がいいですね。でもこうアスリートの奥様ってやっぱ皆さんしっかりされてるイメージがあるんですけど、まあ基本的にはそうだよね、うん、みんなしっかりしてるかもしれないですね、はい、こう支えるのもね、なかなか大変な部分もあると思いますけど、なんか見た目的にはこうどういうファッションの女性が好きとかってあります？あ、どういうファッション、シンプルめの、はい、カジュアルな女性がいいなと思います、はい、例えばどういう、例えば、はい、なんかメンズ寄りの、それこそ夏だったらなんか短パンとか履いてる子、そんぐらいカジュアルな、なんかキャンプとか露出してる方が好きなんだね。その言い方してください。なんて言うんだろう、あのキャンプとか行けるような服装っていうか、はいはい、それぐらいラフな感じの服装が好きですか、ね、そのままじゃあいろんなとこに遊びに行けちゃいそうな、行けちゃうぐらいな感じがいいですね。ちょっとファンの皆さん、短パン履いて観戦する人が増えるかもしれませんよ。これ短パンで、短パンで。じゃあちょっと綺麗系というよりは元気系の女子、元気系の人の方が好きですね、はい、ちょっと私だけワクワクしちゃってね、申し訳ないんですけど、なんかどんなデートしたいとかあります？これからの時期、これからの時期、9月なんですけど、やっぱドライブデートとか、やっぱ暑いんで、車で、はい、まあ、やっぱ川とか、はい、行きたいですね。川が好きなの？川結構好きです。川とか、なんか自然な、自分出身が北海道なんで、結構その自然で育ってきたっていうのはおかしいですけど、はいはい、川とか山に触れ合う機会が多かったんで、そういうのを一緒に楽しんでくれる方がいいですね、いい人が、はい、疲れば、ぜひ静岡でね、ぜひお願いします、はい、ありがとうございます。